And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall.各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、プライドをかけた戦いの始まりです。舞台はバルセロナのホーム、スポティファイカンプノウです。バルセロナのサポーターはクレと呼ばれることでおなじみですが、そのクレの声援がこのスタジアムに鳴り響いています。この声援を背中に受け、今日のゲームを戦います。この時間はバルセロナ対ヴィターレン長崎、こちらをご覧いただきます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。頭だ。いやー、今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。長崎、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。カットに行きます。これは合いません。モドリッチ、さあ右へ預けて、さあボールはグリーズマンへ。こういう形ですよ。モドリッチからペドリ、ここでファールがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。桑崎、今のファールには注意があったようです。まあまだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。これは直接狙い、うわー、まだる、フリーで受けた中、これはどうだ。いや、これはクロスバーよりわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。これは奪い返します。右サイドへ振って奥井、出るか、ボールが上がる、頭不正だ。ここはクリア、落ち着いて対応します。ここはすぐ奪い返します。さあ一気にカウンター、ベンゼマからグリーズマン、クリアです。ペドリからモドリッチ、エジガルジュニオ、
小橋の切り替えも早いですよ。スルーパスを出す、抜けてくる、エイジガールジュニア、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。バルセロナなんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ペドリ、ここまでは両チームともチャンスを作っている印象ですが、まだ0対0。序盤から両チームとも非常に攻撃的なスタイルを取ってますよね。見ている方としては楽しい試合展開になってますけどね。この位置で受ける、カンセロへのボール、これいいでしょう。さあバルセロナボールです。グリーズマンからカンセロ、ここでのパスは危ない。ここはつながりません。これはチャンス、ネイマールシュート。いや今のはよく止めましたね。そうですね、コースを塞ぐいい守備ですよね。シュート、ゴール、バルセロナ。さあバルセロナ先制ゴールを決めました。1対0。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。ロドリ、ペドリ、ベンゼマに渡る、桑崎、長崎、カウンターを仕掛けます。組み立てながら攻め上がっていくネイマール、コース空いた、シュート。ここも堅い守りでボールを奪います。シュート、決まった、追加点、バルセロナ立て続けのゴール決めてきました。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。こういう攻め合いは見事。シュート、ロドリ、長崎がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなげたいですよね。ファンダイ、これはファールの判定、インターセプトを狙う、アキノ、これは合いません。モドリッチからグリーズマン、うまいですね、抜けてくる、クロス入れてくる、スペースを使うネイマール、クリスティアーノ打つか、シュートと、非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。長崎としては先制点を与えてしまった後、そのまま相手の勢いに飲み込まれてしまいましたね。後半はとにかく慌てないことですね。確実に守っていけば必ずチャンスは来ますから、あまり攻めを意識しすぎない方がいいかもしれませんね。バルセロナ対ビファーレン長崎、では引き続き試合をお楽しみください。後半です。
リードはされてますけど、後半の早い時間帯で1点返すような展開になると一気に波に乗れますよね。まずは1点返していきたいですよね。澤田からクリスティアーノ、ペドリ、ロドリへ、クリスティアーノ、どうだ。クリスティアーノからのスルーパスをカットしました。狙えるか、裏へ届くか。モドリッチ、裏を狙う、ここで受けてスペースへ、グリーズマンからモドリッチ、クリスティアーノ、ここもしっかりディフェンスしました。ペドリからネイマール、エディガルジュニオ。長崎としてはなかなかいい形が作れませんよね。澤田、さあカウンターのチャンスになります。このパスが抜ける、さあ勝負だ、切り込むか、シュート、うおクリア。このピンチをなんとか脱します。さあカウンタースピードを上げたいところ。積極的なディフェンス、スルーパス、いいボールだ。フリバリ、流れを止めます。長崎がここでファールを取られます。幸運にも注意に終わりました。ここはつながりません。エジガルジュニオへのボール、ペドリ、これをカットします。フリバリ、このボールをカットします。これは合いません。桑崎、ロドリ、ここはカットします。ペドリ、ここはつながりません。クリスティアーノ、澤田から右へスルーパスを出す、このパスを受ける、シュート、ドンナルンマ、もう一度ゲット、長崎、これで1点差まで詰め寄りました。エディガルジュニオ、いやよく反応しましたね。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。長崎はここでベンチが動きます。同時に2人の選手が入れ替わります。さあ長崎、あと1点というところ。いや素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、長崎としてはまずは自分たちのスタイルを取り戻すことを考えてプレーしたいですよね。そのためには自力で流れを引き寄せないと道は開けないですよね。シュート、いけたバルセロナ、大きな追加点。ネイマール、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。いやボックス内で冷静なフィニッシュでしたね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。
やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。ネイマール、今日2点目です。さあバルス、ヘッドだ。ベンゼマヘッドで狙いますがゴールならず。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。ボールを戻します。詰められましたからね。これは合いません。バルセロナカウンターを仕掛けていきます。これ仕掛けるか、グリーズマン、ここかわす、ギリギリのプレー。スルーパスを狙う、さあ打てるか、シュート、追加点、バルセロナ。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですから。どうだ、シュート、決めた、長崎。このゴールであと2点です。マークを外す動き、落ち着いたフィニッシュ、素晴らしいゴールでした。そうですね、ラストパスの質が非常に高かったですよね。受け手の方も相手の位置を確認して冷静にゴールに流し込みましたよね。一瞬の判断でしたけど、お互いのシュートの意識の高さが生んだゴールでしたね。さあ長崎、あと2点というところまで来ています。カンセロへのボール、これいいですよ。カンセロから中、危ないシーンでしたがクリアの対応。さあここでカウンター、クリバリ、ここは読んでいました。アラバ、バルセロナ、ここは時間を使います。ロドリ、ペドリ、ペドリからネイマール、さあここから持っていく、おっと、ここで笛です。4対2、長崎、残念な結果となりました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。長崎としては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。はい、そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が勝利できませんでした。
Fellow attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間はビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお届けいたします。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが、晴れの様子。両チームいいコンディションの中、今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、サイドを紹介します。右にエンドを取るのはマンチェスターユナイテッド、反対側左のエンドからが長崎。裏へのスルーパス、フリーで受けた、シュート、防ぐ、セカンド危ない、旗が上がっています。オフサイドです。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。また中央へ、ディマリア、これをカットします。アレクサンダー・アーノルド、アレクサンダー・アーノルドからディマリア、オフサイドですね。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですので、じっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。スルーパスを出す、おっと、いいボールでしょう。抜けてくる、インターセプト。さあ、カウンターを仕掛けます。ここはつながりません。いけるか、アレクサンダー・アーノルド。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。裏を狙っていきます。チャンスになる、ここは守備の対応、ここはクリア、落ち着いて対応します。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。アレクサンダー・アーノルド、デブライネからザハと、どうしたんでしょう。エジガル・ジュニオ、カウンターですよ。裏へ届くか、スペースにいいボール出たんですけどもね。ここで丁寧にコントロール、デブライネ、中に戻す、
エディガルジュニオ、長崎、カウンターを仕掛けます。スルーパス抜けてくる、おっと来た、1対1シュート、いやー先制、長崎、マンチェスターユナイテッドから先にゴールを奪います。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ長崎、価値のあるゴールが決まりました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、サポーターも盛り上がりますよね、はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。モドリッチへ、ディマリア、いいとこありますよ。アレクサンダー・アーノルドへのボール、クロスを折り返す、守備陣クリアの対応です。長崎カウンターを仕掛けていきます。ディマリアへ、ここでファールがありました。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。注意に終わりました。この距離十分に狙える位置です。ここで追いつければ試合の流れ変わるかもしれませんよね。こぼれた、エディガルジュニオ、エディガルジュニオ、パスでつないで攻め込んでいきます。ボールがつながる、アキノ、うまいですね。デブライネ、ムバッペ、ムバッペからルーカス・パケタ、澤田、海王へ、抜ければチャンス、エジガルジュニオから澤田、うわ、取らないですね。ルーカス・パケタ、モドリッチ、モドリッチへ、デブライネ、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。前半から得点が動いています。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。マンチェスターユナイテッドとしては守備よりも点を取りに行くスタイルが少しこう守備の糸口を、ね、相手に疲れてしまったのかもしれませんけどもね。リファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、長崎が前半終わって1対0リードで折り返します。後半参りましょう。長崎 1-0 リードです。ザハ、長崎はロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね、そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね、はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど、さあジョルディ・アルバ、いい形じゃないですか。クロス入れてくる、長崎はここクリアで難を逃れます。さあカウンターのチャンスになります。スペースを狙った、これはなかなかこじ開けられない。長崎としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。モドリッチ、太陽、アレクサンダー・アーノルド、ここはカットします。
さあ右へ預けて長崎がこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードしているんですが、この後の展開、北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなりシビアですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。秋野、先ほど行ったファウル、イエローカードをもらっています。さあフリーだ、積極的なディフェンス。あー、ここはうーん、ここは通しません。ジョルディアルバ、これはスピード上がってきますよ。ここは読んでいました。さあエスガルジュニオ、タイザハ、これはファールの判定。モドリッチ、厳しくチェックします。これはファールを取られました。レフリーの注意が入ります。エジガルジュニオ、デブライネ、このボールに触ります。さあカウンタースピードを上げたいところ。奥井、このスルーパスは通りません。さあエジガルジュニオ来たか、これはチャンスと呼んでいた。モドリッチ、これはつながりません。ザハ、さあここでカウンター。ポジション切り替え、素早いパスで攻め上がっていきます。長崎としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。これは合いません。デブライネ、ジョルディアルバー。マンチェスターユナイテッドとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。両チームともメンバー交代があるようです。いい攻撃の形は作れてますよね。終わるわけにもいかないですからね。シュート、決めた長崎、引き離します。エジガルジュニオ、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。ちょっとあれはノーチャンスでしたかね。
枠ギリギリを狙ったいいシュートですよね。エジガルジュニオ、今日2点目です。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。長崎としてはいい時間帯に決まりましたよね、はい、この時間帯での2点差は精神的なアドバンテージも大きいですよね。そうですよね。エジガルジュニオへ、メッシ抜いた、カイオ、さあカウンターだ。エジガルジュニオから送り、抜けてくる、これは届くか、これはチャンスだ。アレクサンダー・アーノルド、これはいいディフェンス。アディショナルタイムは1分という表示。デブライネ、ここで笛です。2対0長崎、プレッシャーのかかるゲームを見事制して突破を決めました。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。長崎としては最高の結果になりましたよね。選手も重圧を感じていたとは思うんですけども、冷静にプレーして結果に結びつけてきましたよね。これでまたチームとしても一つ成長できると思いますけどもね。はい、そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。長崎が見事に突破を決めています。